どうも。前回は洞窟探索を切り上げて、牛の飼育小屋を作りました。これで食料はなんとかなるし、ついでに皮も入手できるようになったね。次はサトウキビ畑を作って紙の生産体制を整えていきましょうか。さて、それじゃあまずはサトウキビを探しに行かないとね。洞窟探索で蔵も手に入ったし、見つけたら馬も手なずけたいね。おっと、トライデント持ちか。どこにいるんだろう。全然見えん。トライデント欲しいけど、これはめんどくさそうだしスルーでいいか。お、っていうか向こうにサトウキビあるじゃん。うわ、なんだよあれ。いくらなんでも多すぎるでしょこれは。一体何がどうなったらこんなことになるんだよ。地味にこっちにもいるし。さて、それじゃあ馬を手なずけていこうかな。この辺結構たくさん馬いますね。ある程度足が速くてジャンプ力が3ブロック以上ある子を見つけたいね。お、もう懐いた。この子はだいぶ素直だね。スピード自体はこんなもんでいいけどジャンプ力が足りないかな。ってことで次行きます。どんどんって名付けていきましょう。この子体力少なすぎない？え、おっそ。さすがにこれは遅すぎ。お、やっと3ブロック以上飛べる子が見つかったね。足の速さも悪くないし、君に決めた。これからよろしくね。行方不明にならないようにリードを作って繋いでおこう。あってよかったスライムボール。よいしょっと。とりあえず適当なところに繋いでおこう。このまま野ざらしってのもかわいそうだし、後で馬小屋を作ってあげないとね。さて、少し脱線しちゃったけどサトウキビ畑の方に戻ろうね。拠点の裏側を整地してここに作るのが良さそうかな。それじゃあ、やっていきましょうか。よし、整地はこんなもんでいいかな。それじゃあ水路を掘っていきましょうか。
長さは拠点の横幅と同じで良さそうかな。よし、こんな感じで良さそうかな。あとはモンスターが湧かないように光源を設置してサトウキビが増えるのを待ちましょう。さて、サトウキビと牛が増えるのを待つ間に馬小屋でも作りましょうか。建材に使うための木材が不足してるのでまずはそっちを集めに行きます。早速馬の出番ですね。いや、本当にミツバチ多すぎこれ。間違えて殴ったりしたらとんでもないことになりそう。着きました。拠点作成の時に頭皮を集めたのと同じ場所ですね。馬が行方不明にならないように繋いでおいてっと。よし、それじゃあ集めていきましょうか。革靴持ってくるの忘れたし、粉雪には気をつけようね。よし、まあこれくらい集まれば十分かな。それじゃあ拠点に戻りましょうか。ただいま。よっと。悪いけどもう少し野ざらしで我慢してね。さて、それじゃあ馬小屋を作っていきましょう。場所は拠点横のここでいいかな。側の枠組みはこんな感じでいいかな。思ってたよりも土地がカツカツでした。これより小さくしようとすると馬に乗った時に頭をぶつけちゃうからね。お次は壁を張っていきます。ここはさっき取ってきた頭皮の木材を使うのね。拠点と同じ素材だと距離もあってさすがに単調すぎるかなって。窓は拠点と同じく多くのフェンスで。お次は天井。ランタンを吊り下げて内部の光源確保も忘れずに。次は屋根。ここも頭皮の木材か。見た目が単調になりすぎるようだったら別の素材も検討します。
うん、小屋のつもりで作り始めたけど普通に家くらいのサイズになっちゃった。この威圧感は屋根がちょっと大きすぎるせいかな？まあ、面倒だしこのままでいいか。そのうちしれっと修正されてるかも。あとは内部を少し装飾していきます。干し草の俵とか雰囲気出るんじゃない？内部の床は土の道にしておこう。足に優しそう。うん、なかなかいいんじゃないかな。土の道がいい味出してますね。これからこの子にはここで過ごしてもらいます。いずれ名前も決めてあげないとね。といったところで今回はこの辺で、次回も拠点周りの整備を進めていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。またね。